まです。エアラゲチャンネル、イエーイ。今日は晩酌トークなんですけど、歌さんがねテンション高いみたいで来ております。ゲストで来ておりますね。はい、テンション高いな1年前までもうツンツルテンのハゲチャビンやったのに、もうクリクリでもね、結構人気あるの、そのこのクリクリの毛がいいですってクリクリね、すごい言われる、うん、あとだから、いつ髪の毛切るんですかって言われるんだけど、うん、どうすんのちいちゃん。いや、しばらくいいかなと思う。伸びて目にかかるとかじゃないから、うん、もうちょっと伸ばしてみる結構さ、ちいさんみたいに子育てしてみたいけど、なかなかできへんっていうお母さん方からやな、うん、結構 DM とかコメントとかもらうんだけど、うん、ちいちゃんは怒らないんですかって、うん、いや、よく言われるけど、うん、全然怒ってるよでもあんまり僕から見たら怒ってるように見えないって感じだよな。うん、そう、全然怒ってるよ。みゆ、はい、ママ怒ってる時怖い？一応怖い。パパよりは怖くない。なるほどね。まあ最後に締めるのはパパということで、役割分担ができてればね。まあでも、お母さんはね、うん、もう常日頃から一緒にいるからもう怖くないんだよね。まあしょうがないな、そこら辺はな、うん、難しいところやけども、すごいね、もうむっちゃ先の話やけどさ、結婚の決め手って何やったんですかって、うん、俺もよく聞かれるのよ、うん、で前昔から結構ちっちゃいの言ってるのは、うん、老後一緒におれる人っていうのを結構大事っていうのを言ってて、もう言ってたっけ、うん、で老後を何したいっていう話、うん、結構早いけど、子供たちがみんな成人して老後に2人になりましたって言ったら、うん、何したい？旅行行きたい。もうね、うん、船乗ってね、世界一周とか連れてってお金がある。もうゆっくりいろんなとこをプラプラしたいな。だからあの船の旅とかさ、うん、あるやん。あれ誰が行きはんねやろうと思ったら、行きたいやん。行きたい。船絶対良くない？いや俺昔から旅行に全然興味がなかったから、それこそ47都道府県全部全県3回以上回ってるわけ、うん、やねんけど、その土地土地で美味しいもんは食べに行くけど、うん、どっか観光名所とかもう結構有名なところと全然行ってないもん。行かないね、マー君。ほんと歴史とかも興味ない。全然興味ない。うん、うちね、お父さんがね、お城とか、うん、もうとにかく歴史が好きで、うん、どっか行くとなんかお城行ったり、その遺跡行ったり、うん、いろんなとこ行ったんだよ。で、ここで何があったかとか、いろいろ教えてくれながら連れてってくれたりとか、うん、なんか教科書で勉強するより楽しかった、うん、でもさ、60とかになったらまた孫育てが忙しくて、結局うちら忙しい、うん、そうなんかなぁ、ね、どうこれね、今40歳になりました、ちいさん、うん、30代、40代気持ち的なもんとか、趣味とか、うん、変わってきたことってある？趣味は全然なくて、もう本当に家族しかないから、うん、30代の前半が違うかな、後半はもうなんかもう40に流れがこう来てるけどね、うん、30代の前半はまだなんか友達とランチ行ったりとか、うん、もうちょっとなんかいろいろ遊んだり できてたんだけど、うん、30歳で産んでるから、うん、そう、32歳でふーちゃんでしょ。前半って言ったらもうその前半、それこそ34、5なんてもう一番ピマックスに人生がきつかった時期というか、うん、忙しいけど、うん、幼児教室行ってたじゃん、みゆ。行ってたね。その友達と旅行行ったりさ、うん、行ったっけ、そんな。行ってた行ってた、あの軽井沢と、うん、あとなんか神奈川の方のなんか行った、いろいろね、遊び行ったりしてたけどね、うん、もうほんとね、子が増えると、うん、友達と約束しなくてもなんか子供だけですごいなありがとう。バスケットを持ってきてくれました、セット。0歳から1歳、1歳から2歳、2歳から3歳、1年区切りで区切っていて、うん、何歳ぐらいが一番辛い？一番何歳が楽？ずっと寝てる時の方が、まあ、楽っちゃ楽かも。もうおっぱいあげて3時間ぐらい寝てくれて、まあその頻繁な授乳と夜もちょっと起きなきゃいけないのもあるけど、やっぱね、うろうろしだすとね大変かもね。あ、なるほど。はいはい大変かも。はいはい大変やな、確かに。はいはいね、公園行ってもす
さ、動きたいから公園でハイハイしたりさ、また大変だし、何でも口に入れちゃうし。そうやね、これが怖いのよね。なんか手で触るよりなんか口に入れた方が確認できるの、赤ちゃん。そうなんよ、ホコリとかさ、よくわからん、こんなん絶対誰が見ても舐めたらあかんやんみたいな、口に余裕で入れてるやんか。そこら辺のリアクション芸人より口入れてんで、やばいもん。0歳から1歳が初めてやったら結構大変やん、寝られへんしって言って、もう精神崩壊しそうになるとか。そう、なんで泣いてんだろうとかね、分からんしな。そう、まあ、これは確かに初めてやから、もうめちゃめちゃどう抱いていいかも分からんぐらいの怖さあるから、やけど本格的にはぁはぁって思うのは、ハイハイしだしてからかも分からへんっていうね。人によって違うかもしれないけどね。でもまあまあそうやな、それはもうぐっすり寝てくれる子もおるし、めちゃめちゃ言わなきゃ激しかったら、ね、もう0歳から1歳の子、泣く子とかいるからね。おる、ふーちゃんずっと抱っこしてたの、ほんとに、覚えてる。ちっちゃく生まれたから、まあ、軽かったし、とにかくずっと抱っこしてたよ。なそういう子もおるから、まあ人によって違うと思うけど、でもぶっちゃけこの大変さはそうあっても、可愛さがこうもうどんどん可愛いなっていくから、喋、り出したりなんかしたら、もうそう、歌くんなんてさ、生まれた時から可愛いんやけど、喋、ね、り出したら倍可愛いし、面白いよ、ね、覚え出したらもっと可愛いし、ね、自分で考えて動き出してももうすごい可愛いから、だからなんでもね、初めてできることが増えていくのが面白いよね、面白いね。3人までは結構もうバタ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 しまくってたけど、4人目が4個空いたんやんか。そう、ちょっと空いたんだよね、ほんと4年空いたの結構でかいよな。でかいね、その2年2年だったからね。そう、何歳になったら歌くんも手つないでちゃんと歩けるかな。どうやろうな男は分からんぞ正直。もうほんともう追いかけるの大変で今。僕はもう男出身なんで分かりますけど、むっちゃ自由やし、むっちゃ激しいみたいからな、やっぱり。まあとにかくよく動くね、すごい。まあでもなんか今のところこうしんどいっていうのより可愛いがちゃんと勝ててるから、なんとか。初めて男の子やったらどうか分からへんね、これ。これはだって女の人からしたらそんなものバンバン投げてくるとか、しかも全然危ない硬いものとか投げてくるやん、分からへんから。初めてだったらこんなもんなのかって思うのかもね。3人女子で、そんなことしなかったから。ああ、そう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 、逆にびっくりだ。子供ってこうなんやって多分ね、初めて男の子やったら思える、みんなそうなんやろって思って。女の子はやらへんもんね、やっぱり物バンバン投げたり。いやーなんか違うよね、落書きなんてさしなかったじゃん、音ちゃん。そうやな、壁に。いやもう歌は本当に何だろうね。でも永遠投げてるしな、あかんって言って、何回もあかんって言っても永遠投げてるし、でも楽しいの、ボール投げ出したらさ、もうずっと投げてるやん、だからふーちゃんとかもボール投げたりして遊んでたけど、2、3回こうやって投げたらもう飽きてなんか他のとこ行ったりしてたからな。いやだからやっぱり系統ってあんねやろな、ある程度。なんか女子の中で育ってる割には男らしく育ってる、今のところな、わからん、そのうち口紅引っかもかれない、まあお化粧もしたりしてるけどね。いや美容系男子最近多いからね、姉ちゃんのことを見て育つから、俺も姉ちゃんおるんだけど、姉ちゃんおるとやっぱり姉ちゃんの聴いてる音楽聴くし、姉ちゃんの見てる本読むしからスタートや、そっち行く可能性はゼロじゃないよね。そうそう、これがここ言われる、俺結構聞かれるんだけど、もし男の子が心が女の子やったらどうします、それ言われたらどうしますって言われるんだけど、どういう。もうね、もうね、歌くんが幸せだったらいい。俺もせやねん。もう全然いいねん、全然いい。歌くんがもう生きやすいならそれでいい、それでいいやんな。でそれをさ、もう言っていいって俺は言っちゃう、なんとも思わない、なんとも思わない。でも俺思うんだけど、今ってそれってまたちょっと寛容になってきて、今なってなんか小学校とかでもさ、男女体操服一緒だったり、結構いろいろあるよね。ね、変わってきてるよね、昔はブルマでさ、女子はね、時代が変わってきたから考えが変わったっていうより、多分もともとそうよな、
結構前の時代でも子供に対してそう思ってたよなって、ね、ただそれはこういう悪いパターンもあるしこういうことが起こったりもするっていう注意喚起はちゃんとしなあかんし、それは教育やと思うからそういうことはするけど、うん、その趣味趣向に関してはもう仕方ないよ、うんうん、生きづらく親がしちゃうのは本当にかわいそうだと思う、うん、僕ジェンダーレスの子とかおるやんか友達とかでも、うんうんうん、やっぱり親はショック受けてるとか言うわけよ、うんうん、でもそれってさ生まれながらにそういう趣味趣向を持ってしまってるっていうこと自体にショックを受けられるってさ、そうだから生まれもうそれはねもっと生まれたものだもんね、うん、例えば顔これで生まれてきました何もしてない普通に育っていったらその顔やめろよ帰ろ帰ろっつって無理やり変えさせられるみたいな、うん、そんな顔やったらもういらんわうちの子っつってか、うん、でショック受けられるからさ、うん、え何がなんてなれダメって言われても多分、うん、もう聞かないでしょ聞きようがないもんだってそう、それ持ってるもんないから結局、うん、嘘ついて隠して、うん、そう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 っていう関係になっちゃうからそれだったら何でも言ってほしいな、うん、だと思います、うんね、ご心配なくもう結構前からお子さんは別の部屋に行きましたんで一応なんかみんなおる中であれやったらな親孝行ってよく何したらいいですかって聞かれんねん、うんうんうん、だから俺ずっと言うんだけど例えばお金渡した時にお金がいっぱいもらえるから嬉しいんってなしに育って稼いで持ってきてくれたんやっていう気持ちの方がでかい、うんうん、それが嬉しいやん子供が、うん、一人前になったなっていう気持ち、うん、だそっちなんかなと思ったら、うんうん、本人が生き生き生きてるのを見せられるのが一番俺はうわーよかったなって育ててよかったなと思う瞬間やと思うから、うんだから今自分自身がさもう楽しいことしかやれへんし、うん、めっちゃ生き生き生きる方向に行ってるんだよ、うん、自分が親になって分かったね、うん、なんかね子供がもう元気で楽しそうなのが一番だよね、うん、嫌やろだって自分の子供が会社嫌や会社嫌や言うて毎日行って、うん、あもう辛い辞めたいけども辞めさせてくれへんね、うん、うちの会社って言いながらすげえ毎日こんな顔してんの見んの俺絶対嫌よ絶対嫌だええわええわ言って、うん、俺仕事作るからうちで働けって言うわでなんか聞きたいことあったら皆さん質問とかを書いていただいたりとかねまあそれぞれ SNS インスタ、うん、ツイッターとかやってますしコメント欄に書いていただいても答えていこうと思うんでまた書いてくださいよろしくお願いしますということでまた見てくださいさよならあ、曲がりますかじゃあ行きましょう長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せて